前半はこれこんな自陣でその待ち構えてましたからね、はい、そうですね、こういうシーンは見られなかったのでね、はい、明らかにその狙いが見える甲府の後半の入りです。横谷の右、決まった。後半の開始直後、この横谷のゴールで甲府が見事に追いつきました。ゲームはましたね。でこの内田選手のクロスね、はい、これが、まあ、処理ね、戸惑ってる間に横谷選手がしっかりとシュート打ち切りましたからね、福井選手と対峙してましたけど、これもう少しね、しっかりブロックボールに寄せた方がいいと思いますけどね、まあ、石井選手もちょっと体をね崩してしまいましたし、で横谷選手はそれを